はい、どうも、熊さんです。今日のニュースは、楽天とソフトバンクもうね、どうしちゃったの三木谷さん。何やってんの孫さん。あの、もうこれ、見、見ました皆さん。俺びっくりしたんだけど、なんと楽天がですね、はい、中国、テンセント。テンセントってどういう会社かっていうと、あの、簡単に言うとね、アメリカのですね、ツイッターとグーグルをごちゃ混ぜにしようない会社だと思ってください。あの、ネットワーク企業でですね、超でっかい会社です。でもね、時期によっては、時価総額世界一だったこともあるんじゃないのか、テンセントって。そのテンセントとの提携を発表しました。そして、 ソフトバンクグループ、ソフトバンクグループはですね、なんと韓国、はい、韓国のクーパン、あの、韓国のクーパンでよ、日本で言うと、アメリカで言うとね、アマゾンみたいなとこ、えっ、ー、と、日本で言うと楽天とかになるのかな。あの、電子シ取引をやってる会社でクーパンがあるんですけれども、このクーパンのですね、サービスをね、なんとですね、日本に導入しますよということをですね、本日発表しました。あのね、君たちは何をやってるんだ、この時期に。何をやってるのこの時期に。なんでこの時期にこんなことするの。いや、あの、楽天の、楽天の時期もお前ら知らんのか知らんわけないよな。 めちゃめちゃして、ちょちょ、ちょ、孫さんなんで、楽天の、あの、ラインの超関係者なの。あの、ラインってですね、あの、ちょっと前に、え、え、ヤフーグループと系統をごしたんですよ。はい。え、ヤフーグループっていうのはどこのグループなんでしょうかはい。ソフトバンクですね。そういうことなんですよ。はい。もう、孫さん、孫さん、勘弁して。そして、三木谷さん、何やってんのというわけで、今ね、あのね、もう、ちょっとまた本当にソフトバンクグループと楽天がですね、中国とか韓国と提携を深めるとかね、もう開いた口が塞がらないんですけど、あの、ラインが今、 どうなってるか分かってますあなたたち はい。あの、LINE って今こんな感じ。皆さんご存知ですかねこんな感じになってる。LINE の問題ってあの、ご存知ですよね ?LINE がですね、日本人の個人情報をなんと韓国で保管しやがったと。韓国で管理しやがったんですよ。ね。で、しかもですね、その韓国のサーバーにですね、中国人技術者が何回も何回もアクセスしていると、うん。何のためにアクセスをしていたんでしょうかあれ個人情報抜かれてるんじゃないのということでえ、日本で大騒ぎになりましたよね。で、この騒ぎまだ収まってませんからね。で、今ね、どんな状況になってるかというと、あの、ね、この LINE に関して、えー、政府、日本政府がですね、え機密情報、 政府の機密情報を line に流すのはやめようという形になりました。その当たり前のことだ。この野郎、お前遅いんだ。お前もう何年前からこれこの危機をですね。皆さんがですね。危ないぞ。危ないぞ。line は危ないぞ。ってずっと言っていたにもかかわらずですね。流していたい、うん、でもね。くまさんね。ちょっと個人的なあの情報を源によるとですね。あのかなり信頼できる方なんだけど、情報源によるとあの。内々にはですね。line の中に日本の政府の重要な情報っていうのはもう何年前から流してなかったらしいです。 どうやらね、これね、まあ、ただ、正式な発表はされないんだけどねえ、そんなことをもし日本政府が先にやっていたということがね、公になってしまったらですね、お前ら自分たちだけ何のことやろうということで叩かれますから、多分今後そういう発表はないと思いますけど、ただ熊さんの信頼できる情報筋からは、日本政府っていうのはもうすでに LINE の中で重要情報は流していなかった。で、国民としてはムカつくんだけれども、まあ、まあ、でもまあ、良かったよね。まあまあ、良かったよね。あのー、ね、あの、政府のですね、重要な情報が LINE に流していなかったっていうことなんで、からまあそれは裏の話で、で、表向きはですね、もう表向きまででですね、日本 政府っていうのは、LINE を使って重要な情報を流すのはやめようという形になったみたいです、す、はいまあ、今更なんだけどね、で、個人情報や機密情報などを扱う LINE サービスの利用を停止して、関係省庁によるタスクフォークを立ち上げてです、ね、各利用に主体による、我々ですね、我々主体による判断の参考となるガイドライン、はい、こういう場合は LINE を使わない方がいいですよって言ったんでね。 ガイドラインをですね、えー、策定しようとしているみたいです。ただね、ただね、ただだよ、ただだよ、うん。なお、行政からの情報発信など、個人情報や機密情報を扱わない LINE のサービスについては、個人情報等の管理上の懸念が一定程度払拭されたと判断して、政府機関における利用を許容するってしてるんですよ。おい。だから個人情報とか重要な情報、あの、秘得しなければならない情報を、以外の普通の情報に関しては、LINE サービス使ってもいいですよって言っちゃってるんだよ。いや、これね、もう俺言っちゃうのもなんだけど、これ締め出すべきなんじゃないの 俺めっちゃそう思うんだけど、また LINE が自治体向けに開発しているワクチン接種予約システムについては、データは国内で保存され、海外からのアクセスも遮断されるため、え開発を継続することには問題ないとしていると本当でしょうか信頼してもいいんでしょうかはい、中国人技術者がですね、4人くらいですね、えー、もう何回も30何回、32回でしたっけ何回,何回も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 ですね、韓国のサーバーで保管されている日本人の情報にアクセスをしてきたんですよ。こっそりとね。 本当に遮断できてるんでしょうか今。もう疑い、疑いだらけでね、もうこれか、LINE へのですね、あの、不審って今止まらなくなってるんですよ。こんな状況なのよ。こんな状況にもかかわらず、まず楽天行きますよ。楽天行きますよ。はい。楽天の三木谷社長。中国、テンセントとの、えー、提携戦略を数ヶ月以内に公表へということでの記事になっちゃいました。はい。もうあの、テンセントっていう、まあ、まあ、世界でも有数のですね、ネットワークの超巨大企業ですよ。ここから楽天が出資を受けるっていう話なんです。やめてくださいよ。株主の楽天の株主にテンセントが入ってくるってことですよ。 もう勘弁してくださいよ、本当に。でもね、これね、皆さん、あのね、テンセントってね、すでに日本企業にかなり入ってて、例えばですね、KDDI、携帯の AU ですね。AU とはもうね、10年近く前に提携してるんじゃないかな、テンセントって。で、あとはね、今日ゲーム好きの皆さん、はい。なんとですね、あの、ドラクエとか FF を生み出してるですね、あの、あの会社、あの、スクウェアエニックス。スクウェアエニックスはすでにテンセントと提携しております。はい。こんな感じでですね、もうね、中国には日本のね、個人情報、もう筒抜けになってるんじゃないでしょうか。 俺もうちょ、ショッキングなんだけど、楽天さん俺、ね。俺ね、俺ね、俺ね、携帯ね、楽天モバイルなんだよ。そしてね、楽天銀行使ってんだよ。さらにね、楽天証券も使ってんだよ。あ、もう,もう、クマさんね、割とガッチリ楽天経済圏の中で生きている人間だったんですね。うん。だからですね、ちょっとね、あのね、これ、俺も、俺も、俺ね、俺も他、みんなも怖いと思うみんなも怖いと思うんだけど、俺も怖いんだよ。なぜか言おうか、うん。闇のクマさんと僕の個人情報を結びつけられてしまったら。おい。 おいこれやばくないですかマジでおいや、これこ、僕の個人情報と闇のクマさんが結びついてしまった。クマさんね、フェイス、あの、YouTuber の中ではですね、まあまあ韓国と中国をぶったたいてる。特に中国なんて、俺、これそこそこ名乗れた YouTuber の中では、クマさんが一番中国共産党真真正面から分かりやすくぶったたいてる YouTuber じゃないのかなと思ってまして。うん、で,で、ね、韓国が中国に向かってね、パパ、パパといや、中国のことをね、アホみたいに叩いてるあの闇のクマさんの個人情報見つけたよこいつらしいですよと出してきてたらですね、あこ こいつかこいつかこの野郎とおこいつ熊とか言ってお習近平様に何たる侮辱だみたいなことを言われてですねクマさんの,あの楽天銀行に預けてある、ね、あの銀行の貯蓄がですねいつの間によりか0円になってたりだとかあとね熊さん楽天かとも思っちゃってるんだよね。はい で勝手にですねえ、中国人にですね、あ、これが闇の熊の楽天カードかと、カード番号かと、よし、買い物をしやれということでね、もうでっかい恐竜が家に届いたりとかね、そういうことがあるんじゃないのかなと、ちょ、ちょ、割と、割とね、ガチでね、どうしようと思ってます。どうしよう。もう積み立てにさ、どうしたらいいんだろう俺、楽天で積み立ててんだけど、どうしたらいいんだろう本当に。ちょ、困っちゃ、困っちゃった困っちゃったよ。もう俺、もう本当に困ってんだからね、これ。というわけで,ですね、ちょ、ちょ、ちょっと楽天の記事読んでいこうか。楽天ね、あのね、二点三点あってですね、今ね、結構大変な状況になってますよ。 楽天の三木谷社長、中国テンセントとの提携戦略を数ヶ月以内に公表へということで、はい。えー、楽天の三木谷社長は16日、えー、出資を受ける中国テンセントホールディングスとの関係について、今後人気の高い日本製商品やコンテンツを SNS アプリ、<laughs> ウィーチャットを通じて販売したい考えを明らかにしたと。えー、具体的なテンセントとの、えー、提携戦略には数ヶ月以内に公表する意向だと。で、でえー、三木谷社長はブルームバーグテレビジョンの英語放送にオンラインで出演し、中国では日本 日本の製品やコンテンツはとても人気だが日本企業にとってそれらを中国へ出品することはとても難しかったなと指摘と。うん、で、テンセンテとの提携で我々の出品者やコンテンツパートナーが中国に出品するのにとてもいいチャンネルになると感じていると語ったあのね信頼なくなっちゃうぜ楽天こんなことやってたら LINE のあの状況見てるでしょ何を脳目的なことを言ってるのおマジで俺ショッキングなんだけど結構。 で楽天は12日、日本郵政と1500億円の資本提携を締結し、え物流やモバイル事業など、幅広い分野で協業すると発表したと、でテンセント子会社やアメリカ、ウォールマートも出資し、楽天の調達額は合計で2400億円とえ、テンセントの楽天株の保有割合は3.65%になる,なるんですよ、結構でかめの株主よ、これって、結構でかめのま,ま,まず間違いなくあの株主総会で堂々と口を出せるパーセンテージですからね、これ。 大変なことになってきてるんですよ。で楽天の古橋常務執行役員は12日、えブルームワーグのインタビューでゲームの開発や国内出展業者への え、国内、え、出店業者の中国市場への進出を視野に、テンセントと連携する可能性について言及をしたと。え、モバイル事業の拡大策としては、全国に2万4000かある郵便局ネットワークを活用し、担当者を派遣したり、特設ブースでオンラインを申し込みを受け付ける考えを示したと。あのね、もちろん勘弁してよ。今さ、世界中でさ、中国の経済をボロボロにしようぜということで、え、中包囲網がどんどん狭まっているわけでしょなんで日本を代表する企業のあんたたちがさ、中国に対してさ、そんな文句を開けてるのさ。日本の商 何言ってんのお前この時期に、この時期にあんた何を言っとるんだという、そんなお話でね、これね。 一点まずしたんですよ。はい。これね、これね、官邸が起こったんです。あのね、安倍、安倍政権じゃねえや。菅政権が起こったんです。そりゃそうだよね。さ、政権としてはさ、中国をなんとかしてうまいこと封じ込めようとしているにも関わらず、しかもね、4月にはですね、その中国封じ込めの首謀者であるアメリカに訪問しようとしてるんですよ。うん。4月にお訪問するんだよ。訪問する前にですね、はい、日本のですね、うちの割と大きい楽天という会社がですね、中国さんと提携しちゃったんだそんな、そんな状況でアメリカに訪問できますか、菅さん。ということで、菅さん怒っております。いきますね。スクープ 官邸が楽天三木谷に激怒。はい。外為法を無知の天線としてえ、日米首脳会談の足を引っ張るじゃないかと。え、でも、ほんおっしゃる通りだと思うわ。本当その通りだと思うわ。うん。ね、4月下旬に、え、米国で予定される、え、日米首脳会談、バイデン新大統領と直接対面する初の首脳、外国首脳に、え、なんと菅首相が言えば、まあ、これはある意味光栄なことなのかな。まあ、相手がバイデンというのが問題だけどね。うん。え、初めて、まあ、バイデンと直接ですね、対面する、初めての外国首脳が菅さんということですね。うん。で、首相官邸は意気揚々としていると思いきや、 予想もしない、えー、懸案が持ち上がり、頭を抱えていると、なんと楽天が中国のネット大手、天ンとンの子会社から約650億円、なんと3.65%の出資を受けることが、日米首脳会談でやり玉に上がる恐れがあるというのは、いや、もうあると思うよ。我々アメリカが中国を経済を封じ込めようとしてるときに、お前らは一体何やってるんだと、やっぱり中国が好きなのか、お前らとか言われちゃいますからね。いや、本当、そういう問題なんですよ、三木谷さん。分かってます。 関係省庁は大慌てだが、事態の集中はそんなに容易ではないと。そんなわけないだろうすぐに説明で来いということで起こったみたいです。楽天は3月の12日、そうこで日本郵政などを引き受け先として、え、第三者割り当て投資で2423億円を調達すると発表しましたね。あ、これすごい金額発布、調達するんだなと思ってですね、ちょっとこれ大きなニュースになったよね。で、昼のニュースですっぱ抜いた NHK が、楽天、郵政と、あ、郵政と資本提携と報じたことに引っ張られ、楽天と郵政の関係強化の意義ばかりが検伝されましたよね。で、このニュースを見た 政府関係者は、驚愕をしたと。引き受け先になんと、あのね、郵政の陰に隠れて、天ンとンの子会社が含まれてたからだと。これ、大丈夫なんかということで大騒ぎになったんだけれども、はい、これね、またね、これ昨日のニュース。これね、あのね、二点三点しております。大変です。なんと、はい、もういきなりね、こう事故ってるんですよ。いきなり事故ったの。 楽天への出資。はい。中国の天ンとかですね、楽天にですね、約3.65%ですね、650億円くらいで出資するという話だったでしょう。で、この楽天の出資、なんと中国の天ンとン間に合っておりません。間に合っておりません。これ大事故、大事故起きてます。これおそらく政府関係者が邪魔してます。 おそらく邪魔してます。はい。いきますね。日本郵政と資本提携をした楽天は29日、え同日を予定していた日本郵政からの1499億円の出資が完了した一方で、同時に出資を受けるはずだった中国 IT 大手のテンセント子会社の約657億円ェについてはえ、31日に払い込みが遅れると発表しました。テンセント側は楽天に対し、<laughs> え外国人投資家によるえ日本企業への出資規制の外為法に基づく手続きの遅れが原因だと説明をしているという。いや、そうなんですよ。このね、外為法がね、ちょっと変わったんですよ。 簡単に言うとです、ね、外為法って、えーっとね、出資比率が10%以上、10%を超える場合、ね、10%を超える場合には、あの事前にです、ね、あの資料あの、なんだろう、届出をしなきゃいけないという,ようなルールがあるんですよ。でもね、10%以下だったらその届出の必要がないのね、この届け出っていろいろとめっちゃ大変なのね、でね、テンセンとはそれが分かっていて、10%を超えない3.65%にしていたはずなんだけれども、なんとこれが変えられて1、1%以上出資をする場合は、届け出が必要だということになっちゃったんですよ。 はい、困ったテンセ線ンと、困った楽天ということで、多分ね、あの、遅れてるんだよね。これ資料はね、ちゃんとしたね、あの、届け出が多分準備できないんですよ。 厄介なこと。なんか怪しいことを考えていたからなのかな。これやばいね。うん。と、えー、いう話なんですよ。できますね。読んでいきますね。えー、払い込みが遅れると。そうですね。ここですね。えー、外為法では、安全保障上重要な企業の株式を、えー、外国人投資家が取得をする場合、うん、大事だよね。だって楽天なんてさ、日本の、日本人の個人情報をいっぱい持ってるんだから、そんなところにあんまり外国勢力がさ、張り込んでくるのって、ね、よくないようですよ。よくないんだよね。それは当然だと思いますよ。うん。で、この外国人投資家取得をする場合、えー、事前の届け出を求めていると、国際的な影響力を増す中国などを念頭に、 昨年5月には事前の届出が必要となる出資比率をこれまでの10%以上からなんと1%もう取得比率1%以上を超えたらもう届け出出し上がれというこれは日本政府ナイス、ナイス判断。はい。 に引き下げてて化テンセンセトのののの子会社も楽天3.65%株を取得することとから届出の対象となっていたんで、すよね、うん、で楽天は、テンセント側から詳細に聞いていないとしたら、テンセントからね、ね、詳細に聞いてないわけないんだよ。そんなもん。ちょっと、あの、出資が遅れますっていう、そんな、その大事件も。楽天側からしたら大事件ですからね。こんな詳細聞いてないわけがないんだけど、え、え、でもね、財務省はですね、個別の事案については説明できないとしているが、審査で何らかの問題が生じた可能性があります。はい。あるぞ。いいぞ、財務省。いいぞ、財務省。うん、このまま弾いてしまえ。うん 財務省によると、外為法の事前届出ではえ、出資者の事業内容や出資目的などの提出を求め、国の安全や技術基盤の維持などの観点で、問題がないかの審査が行われる。これですね、多分ね、LINE の問題、ラインのこの問題を受けてですね、財務省が慎重になってるんだと思いますよ。もうこのままね、弾いてしまっていいと思うよ、俺は。うん、え日本郵政と楽天は12日に、資本え、資本業務提携を発表。楽天が第三者割り当て増資を行う形で、日本郵政から出資を受けるほか、えテンセントの子会社とアメリカのウォールマートからも約8 123億円の出資を受け入れると発表していたというお話でございます、これね、どうなるか微妙ですよ、これね、財務省が踏ん張って踏ん張って踏ん張れまくって、あのこのテンセントをです、ね、楽天の出資の中から追い出す可能性もゼロじゃない、可能性は薄いけどね、でもね、ゼロじゃないんです、えこんな感じでですね、え楽天さん、ねもうね、テンセントからの出資やめませんか、本当に、日本人からのね、あの信頼をなくしてしまっていいんですか、これ大騒ぎになるぜ、ガチで,で、将来的に問題になると思うよ、だって、テンセントに対抗できんだろう、う楽天だと。 もう企業規模が違うからね。 うん、でね、そしてね、ソフトバンクでございます。ソフトバンクでございます。ソフトバンクはなんと、母国、韓国、そんな言っちゃダメなのかなか韓国、韓国との取引。これ、孫正義、孫正義社長会長と、韓国最大の電子,商電子商取引大手、クーパン。はい、えっ、ー、と、日本で言うとですね、楽天、アメリカで言うとアマゾンみたいなところですね。クーパンの日本参入方針を検討中。いらんわ。いらんわ。日本に参入していらんわ、そんな、もう。ソフトバンクグループの孫正義 会長が韓国最大大の電子商取引大手クーパンのサービスを日本に導入する案を検討中だと明らかにしたとロイター通信が30日報じちゃいましただからさ LINE の問題でもうわちゃわちゃなってるこの時期にどうしてわざわざそんなことするの理解ができないんだけどあのどんどん信頼なくしてますよあんた。 ソン会長はソフトバンクグループ内のインターネット事業部 Z ホールディングスがクーパン側とこのような方針を協議しているとロイター通信が報じたとクーパンは11日、現地時間ですねアメリカ・ニューヨーク証券取引所に上場したソン会長はソフトバンクグループのビジョンファンドを通じて2015年に10億ドル2018年に20億ドルをクーパンに投資をしていると現在、クーパンの持ち株なんとですね33%も保有しているみたいです。 最大投資家だからクーパーの中では、えー、ソフトバンクグループが最大になっているのかな。でそのね自分たちがね面倒を見ている会社がですねやっぱりもっと儲けていただかないと困るからじゃあ日本市場を紹介するねっていうことを言ってるんですよ。あのさ日本人が今の状況で受け入れると思うね孫さん孫さん絶対に受け入れないと思いますよ。僕は受け入れない僕は受け入れません使いません。 はい、という形で、ですねえー、もう、えー、ソフトバンクもえらいことになっている、でその中で、ですねちょっと、ね、これだけ紹介させていたアシックスさん、僕ね、あのー、ちょっとアシックスのことをねふざけるなって言ったでしょう、うんえー、そしたらね、アシックスが、ね、ちょっとだけ謝りました、ちょっとだけ、でもね、ちょっとだけなんです、アシックスさん、今どんな状況か言いますね、まずね、そもそもなんで僕がアシックスをふざけるなと怒ったかっていうと、ですねあのアシックスがですね、ままあ、まあいろんな会社がさ、中国あの。 中国の中で今問題になっているのは、ウイグル族問題ですね。あの、ウイグル人の方々をですね、強制労働させて、あの、ウイグル、えー、どこだっけ、えっ、ー、と、新疆ウイグル自治区で作られている綿花があるんですよ。この綿花をですね、服とかですね、靴にですね、もう日本のいろんな企業が使ってるんですよ。でね、ナイキとかですね、あと、ス,、えー、とスウェーデンだったかな、あの会社の H&M なんかがですね、もう新疆の綿花を使いませんと、ちゃんとした宣言をしたんですよ。これ日本人にとっては素晴らしいと思いますよね。でもね、これでね、中国政府が怒ってですね、じゃあ、H、H&M の製品なんか買うかナイキの商品なんか買うかということで、 で中国からめっちゃ叩かれて、中国の利益が今吹き飛びつつあるんですよね。で、これを見たアシックスがですね、アシックスもです、ね、中国でかなり大きな利益を上げてますから、えアシックスがですね、どうしよう、どうしよう、中国の利益を失うのはだめだ、だめだ、よーし、こうなったら中国共産党間におもねろということで,で、ね。え我々は中国共産党をすべて認めると、<laughs> 中国共産党のでがですね、えー、ウイグル問題はデマであってです、ね、そしてですね、あの 中国がですね、え、領土とかを主権をね、領土の主権をですね、主張している領土はすべて中国共産党のものであるみたいなわけの分からん声明しちゃったんですよ。じゃあ尖閣諸島は中国のものなんかおい。ふざけるなこらーということで、熊さんちょっともう怒りに任せ動画を作ってしまったんだよね。うん。でね、でそれからですね、約3日4日経ちまして、はい、アシックスさん、ちょっぴり謝罪、ちょっぴり謝罪をしました。うん。で、危なかったんですよ、アシックス。こう、中国市場を優先、 に批判の声があってですねこれ欧米と日本史上を失う恐れれが出てきてたんでですよでこれにまた焦ったアシックス。もう、ウォーサオでございますね。これぞまさにウォーサオだよね。はい。これ今日の記事かな今日の、昨日の夜中の記事かなうん。アシックス緊急釈明。えー、オーストラリア五輪チームのユニフォームは、えー、新境面不使用ですよという、これ、中途半端。これね、中途半端なんだよ。これね、よ、簡単に言うとですね、あの、アシックスがですね、あの、ブラン、えー、スポンサーになっている、えー、オーストラリアの五輪チームのですね、 ユニフォームにはね、このユニフォームには、このね、オリンピックチームのユニフォームにはですね、あの、ウイグル人を強制労働させ作ったですね、新疆面、新疆面というのはえ使われていないよと、信教の面下は使っておりませんよということを発表しました。そしてですね、この中国法人から出された声明ね、これね、え我々は中国共産党を支持するみたいな、もう最悪のあの声明、あの声明をですね、本社の了解を得ていないものなんですって言い始めました。これ本当かなこれね、いろんなマスコミがですね、あの、事前にですね、あのー、 アシックス本社の広報部に確認をしたんですがその時には「はい本社の了解を得ておりますよ」とか言ってたんですよ。 あれれれれあれれれこれはどっちがおいおい、これお前これ嘘じゃないだろうな。お前これ,これこれ嘘だったら大変なことになるぞ。もうね、うおうさおうして嘘ついて大炎上してお前、アシックさん大丈夫ですかと。でもね、まあ、まあ一応なんだろう、やばいと思っているっていうことはですね、伝わってきたので、これちょっと軽く読んでいこうか。で、新疆ウイグル人への深刻な人権侵害が起きているとして、アメリカ、イギリス、カナダなど各国政府はですね、中国人当局者、中国人当局者に制裁を科したと。で、中国当局はメディアを通 そ新興味の使用を拒否しているアパレル大手 H&M やスポーツ用品大手ナイキアディダスなど外国ブランドを名指しで批判してボイコットを呼びかけていたんですよこうした中でこれを見てビビったアシックスがですね、うん、あのウェイブを通じてですね我々は引き続き新疆ウイグル自治産区の綿花、えー、を使用いたしますということを言っちゃいました 最悪でしょ最悪ですなんか脅されてたのかお前、家族でも人質に取られてんのかと、うん。しかしですね、これですね、え、オーストラリア政府がですね、え、アシックス本社は共同声明が、本社によって正式に承認されたものではないことであるとか、えー、オーストラリアチームに提供したユニフォームは新共名が使われていないと、え、緊急釈明を行ったと報じたんですね。これ、オーストラリアが報じてくれたんですよね。でね、えーで、これですね、昨日ですね、アシックスの中国法人が出した、僕がさっき言った声明ですね、これ、ウェイボーから削除されました。でも、アシックスの売り上げは約12%が中国ということ。で、一方、 ナイキが25日中国でリリースした新商品は販売開始直後、まった,ま、ま、た,たくまに売り切れとなったということですね。ねあれナイキ叩いてたんじゃないのと、うん、アシックスさん、いいことを教えてあげる。アシックスさんね、こういう声明を出さないと中国で全く物が売れなくなるかもしれないという恐怖でさ、こういうわけのわからない声明出したんでしょ。でもね、これ書いてあるでしょ。ナイキ社が25日中国でリリースした新商品は、販売開始直後、まった,たくまに売れ切れとなってるんですよ。 あのね、中国人はですね、こういう声明を見てですね、怒ったふりをするけれども、でもね、やっぱり商品は買うよって言ってるんですよ。それがね、この記事。これは面白かった。中国でナイキ不買運動も、約45%が、別にナイキさんを謝罪しなくても、値段下げてくれ,くれたら買うよって言ってるんだよ。お前ら、本当もう。これが中国共産党の覚悟なんです。そんなもんなんです。アシックスさん、ビビる必要ないんだって。 もう全面撤回したい全面撤回しろおおね、これこれどういう記事か言いましょうかこれ簡単に言うとですね、えー、中国ウェイボーへの投稿によると、こういう質問がね、ウェイボーで流れたんですよ。今後、ナイキが謝罪を拒否した。例えばですね、謝罪というのは要するに中国が謝れって言ってるんですよ。あの、新疆名を使わないって言ってことを謝れって中国が言ってるんだけど、ナイキがですね、いや、謝らないお前らが、お前らこそ、ウイグル人への扱いを変えるべきだという形で、ナイキが今後謝罪を拒否したとしても、例えば3万3円残念くらいする、え、ランニングシューズが値下げして、もっと安くなって、 数百円、例えば、1万円くらいになったらですね、えー、買いますかって質問してるんですよ。そしたら、なんとですね、うん、結果え、いや、値下げしてくれるんだったら、別に謝罪しなくても、買うよって言った人が45%。はい、で、その時に考える。で、その時に考えるというのはですねあの、結局買うってことだろう。うん、というのが17%。で、2つ合わせてですね、何これえ %?62%。うん、62.2%の人間があの、別にね、謝罪いいよ。謝罪しなくてもあの、ね、値下げしてくれるんだったら買いますよって言ってる。いや、そんなもんなんだよ中国人のウイグル人のさ、あの、 こだわりなんてそんなもんなんですよ。だからね、もうね、恐れる必要はない。 恐れる必要はないんです。で、これか、これ、この結果を見たですね、え、中国人、同じ中国人ユーザーからですね、はい、知ってたよ。僕たちってそんな人種だよね。知ってたよっていうコメントであるとか、ちょっと男子っていう女の子怒ってるってですね、え、その時考えるの17%も絶対、その時絶対買うだろ、お前らと。値下がったら買うってことだろう。お前らナイキの靴を履かなきゃ生きていけんのかと。値下げをしてもそもそも手が出ないとかですね <laughs>、この貧乏人が <laughs>、っていう感じでですね、え、中国人の中でもですね、これいろいろ、引きこもこもとなっているようでございます。はい。こんな感じで、 アシックスさん、あのね、別にあのその、ね、中国、全面撤回しても大丈夫だと思いますよ、全面撤回した、もうほぼ全面撤回したナイキもです、ね、結局65%の人間がです、ねまあ、あの値下げしてくれたら、まあ、そのあのあ 買いますって言ってるわけだから、アシックスさん、ちょっと値下げをすればいいんですよ。あの、発言をね、全面撤回してですね、で値段をちょっと下げればいいんですよ。そしたら、今と変わらず売れると思いますよ。ということで、まあ、アシックスさんですね、まだ全然謝り方としては足りないと思うんだけど、でもちょっと態度を変えてきたということで、これちょっと報道しておきたいなと思いました。はい。まあまあ、もう、まあまあ、でも今日のメインはね、これですわ。うん。楽天 楽天、そして、ええソフトバンク、うん、もうお前たちどうしたんだどうしたんだこのラインの,のさ、このラインのこのぐちゃぐちゃになっちゃったこのラインの状況を決めた時に見てるだろうこの時期にもかかわらず、はい、楽天は中国超大手テンセントと、そしてソフトバンクはですね、えー、韓国大手クーパンとですね、えー、業務提携をどんどん進めているというですね、えー、悲しいお話、悲しいニュースが流れてきましたので、これは一刻も早く動画にしなければならないということでですね、はい、あとですね、あの、自分の身も心配、自分の身も心配、はい、 クマさんねあの、ちょっと売れてる YouTuber の中ではですね、おそらく最も中国をね、分かりやすくぶったたいている YouTuber だと思います、はいえー。もし私のね、闇のクマさんとですねあの、私の個人情報が結びついてしまうとですね、おそらく私の資産は中国共産党に没収されると、経済制裁を食らってしまうと、ううう危ないクマさん危ないクマさんの未来が危ない、はい、だから中国、日本政府、日本政府、クマさんが制裁される前に、中国政府に制裁しながれということで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。